本日は茶屋町駅から徒歩5分のテジュールアレイを紹介したいと思います。セブンの前に立っております。駐車場こちらになります。こちらが自転車置き場になります。 A 棟と B 棟がございまして、ゴミステーションは共有となっております。本日紹介するお部屋は B 棟の106号室、こちらのお部屋となっております。早速中に入っていきたいと思います。はい、こちらが玄関になります。玄関入ってすぐこちらがシューズボックスになります。家に物を置くことも可能です。そしてこちらが洗濯機置き場となっております。キッチンは一応3畳ございます。 IH にも棚がございます。こちら側に冷蔵庫が置けるようになっております。こちらに独立洗面台がございます。その奥にお風呂がございます。こちらがウォシュレット付きの手洗いとなっております。洋室の方を見ていきます。こちらが 5.5 畳の洋室となっております。クーラーと照明もついており、室内干し用の竿もございます。こちらがクローゼットになります。インターホンもこちらにございます。壁際にフックがございますので何かかけることも可能です。以上でテジュールアレイの紹介を終わりたいと思います。